はい、皆さんこんにちは。3時間45分が経過しました。無事にですね、こんな天気なんですけど、こんな雲がいるんですけど、でも、レースはなんとかドライで、再開されております。こんな感じですね。ところどころウェットペッパッチがありますが、それでもね、レコードラインは全部ドライですね。はい、こんな感じです。着々とドライバーが各チーム、交代されていて、この先にですね、あそこ、ここに、給油所があって、ここに5分間入って、給油をするような形になります。さあ、そろそろですね、5時を過ぎまして、ナイトセクションの準備が進んでおります。どんなナイトセクションの準備かというと、あ、コーチさん、いいですね、こんな感じになります。さあ、夜になると誰が走ってるのか分かんなくなるので、うちのチームは別名、夜になるとチームホタルイカという、別名になりまして、こんな派手なライトをヘルメットにつけながら、走行するような感じになると思います。他のドライバーも準備は終わったのかな。あ、ついてますね。あ、こっちはちょっと地味な感じですね。こっち地味な感じね。はいはいはい。あ、こんな派手な感じになっちゃったね。もう去年はですね、これが光った瞬間に、ヘルメットについて光った瞬間に、ジュリアナ東京みたいな感じで、いつの時代やねんっていうね、そんなんで盛り上がっておりましたが、ナイトセッションこれから頑張っていきたいと思います。あ、ナイトセッション最初に走るのは西崎さんですかね。ね、遅くなってから走るんですけど、あれ、そうなんだよね。初めてのコータサーキットナイトセッションでございます。どうなるのかな。まだ大丈夫かな。これは秘密なんですけど、特別にお見せしましょう。我々の作戦図でございます。あ、これ以上は見せられません、これ以上は見せられません、これ以上無理。はい、そんな感じで進んでおります。あれ、初走行ナイトセッションでしたっけ。ギリギリ OK かも。さあ、ライトがつき始めましたね。はい、こんな感じでライトがつき始めました。そろそろですね、画面だとちょっと分かりづらいかもしれないですけど、そろそろ夕方、暗くなってまいりました。さあ、こんな感じでお疲れさんです。ここでは1台1台ですね、ワンラップワンラップラップを、ちゃんと、記録してます。これがですね、後の作戦を立てるのに非常に重要になってくるので、ここの部分をしっかり2人で守っていただくと。イエーイ、ありがとうございます。さあ、コース上元気に走ってますよ、皆さん。ね、もうここまでこの人たち、この車何周してるんでしょうか ね。どのくらい走ってるんですか。あ、もう51周目。途中1時間中断走っても51周目ですからね。いや、車も大変です。この車はですね、1年間かけてコーターサーキットの面々がなんかメンテナンスしっかりやってくれてるらしいんですね。で、今朝の時点でフレッシュな、カスタイを履いてました。はい、すいません、ピットお邪魔しました。さあ、コータサーキットよく、来てらっしゃる方は、ここから先はよくご存知だと思いますが、2階の方に上がってみたいと思います。ですね、実はコータサーキットってすごい施設が整っていて、ここから2階に階段で上がるとですね、カフェテリアがあるんです。よくご存知だと思いますが、全日本ジムカーの選手権だとかジャフカップなんかも行われた、サーキットですけども、はい、今日はカフェテリアの方ちょっとお休みですね。はい、でここら辺がエアコンが効いていて、ドライバーも、お客様も休めるスペースになってます。さあ、上からコース見てみましょうか。さあ、行こう。じゃん、まずね、パドック裏、
こんな感じでテントが立ってます。そして今そのユーティワンチャンレーシングに同一集団に追いつきましたのが27号車です。完成カートチームです。今トップ2が同一集団、それから今コース上です。ここが先ほどいたホームストレート、最終コーナーからずーっと短いホームストレートをくぐって走って1コーナーから2コーナー、ここらへんですね。すごいですね。すごい走ってまいります。めちゃくちゃで、バックストレッチ、はい、13号車の選手でしょうか。で、奥にヘアピンが1箇所、2箇所、3箇所、3箇所目は平コーナーと呼ばれたりしますけども、そういうコーナーが、仕掛けられています。結構テクニカルで高低差があるんですね。で、この高低差を非力な、レンタルカート、いわゆる、遠心クラッチのオートマックカートでどうやって速く走るかというのが、各ドライバーに課せられたこの課題ですね。しかも車によるばらつきも大きくある、そんなのが、このコースの特徴になります。さあ、じゃあ最終コーナーのあたり見に行きましょうか。さあ、カフェテリアを通過して、はい、あ、ちなみにね、今日の夜、カートのシミュレーターで、各チーム代表者1名出てレースやるみたいです。じゃあさあ、はい、見てください、チームスバルの応援団ですねさあ、こちらが最終コーナーになります。あの奥が A コーナーですね。あのジムカーナーなんかでよくテクニカルセクションができたりするコーナーですけどね、そこからずーっと登ってきて、最終コーナー立ち上がってきてホームストレートという感じになります。こんな感じですね。はーい、コータサーキット、あの実は非常にテクニカルなコースで、あ、今ライトつきましたね。見えました、ナイトセッションの始まりの予感、いい感じですね。ライトがホームストレートの方ずらーっとつきました、ね、ハイスピードなんでね。で、最終コーナー側も、ライトがしっかりつきましたね。いい感じです。あー、チーム有明の面々です。イエーイ、頑張ってねさあ、チーム有明頑張ってます。今ね、チーム有明ね、10番手ぐらいずっと総合してるのかな。我々チームジャパンはヤッホーイエーイそう、チームジャパンの方、あの有明チームは10位ぐらいで、チームジャパンの方は今、12位から15位ぐらいを、順調に総合してます。まあ、40代中その順位にいれば、勝負権はあるのかなと、焦らず騒がず、しかも、この24時間を、共に戦う十何人で、一緒くたになって、残り時間しっかりと車を前に前にピットにピットに戻して、タスキをつないでいきたいと思います。どうでしょう皆さん、チーム作って出てみませんか。来年お待ちしてますよ。それでは、事務官の関係者、レース関係者の皆さん、ご視聴ありがとうございました。以上で、3時間4時間目のですね、中継を終了したいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。